今日のゲストは、オリジンコーポレーションの代表兼新藤助の首里之助さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、はい、来ていただいて、いや忙しいね。いやいや、もう全然そんなめちゃくちゃ忙しいとかではないんですけど、すいません、あのアポの時間にも遅れまして。全然全然、いや、こんなただ僕みたいのがちょっとね、バカのふりして代表になってる方なのにちょっとどうみたいな、なんかやってみたんですけどね、やっぱり心よくこう引き受けてくれるからすごい嬉しいね。いい、もうやっぱり先輩ですから。いやいや、そんなことないですよ。何をおっしゃる。いや本当ね、はいはい、いや正直首里之助っていう響きは僕の中で一番安心感があるんですよ、やっぱり。あ、そうなんですか、うん、安心感。ただオリジン代表って一番緊張してその2つを持ってるっていうこともどういう風に首里之助くんを見ていいのか分かんなくなるんだよね。いや確かに、だって、うん、もうヤスさんオリジンの、はい、OB ですから。そう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 、僕がオリジン入った時にはもうすでに、うん、もう、卒業されてたんですけど、はい、まあ、オリジン代表といえばやっぱりかっこ前平坊主がもうセットでこびりついてると思うんでこびりって言い方もあるオリジン代表でもうファイティングポーズを構えた時に首里之助ってやったら、なんかえみたいな、拍子抜けみたいな感じですよね。緊張と緩和、自己紹介だけでお笑いが成り立つっていう。そうオリジンコーポレーション代表の首里之助ですって。どっちよやっていういや、どっちもなんだけどね。そうどっちよやじゃなくて、どっちもやって感じなんだよね、うん、すごいね。もうやっぱいろいろ聞きたいことあるんですけどね、はいはいはい、やっぱこう今代表にもなって、まあ、オリジンコーポレーションって沖縄のもうすごいもうね、うんうんうん、何十年ある、はいはい、それこそスリムクラブ輩出してね、はいはいはい、でシャモジも三日月もあったも今東京勢頑張ってて、はいはいはい、沖縄ではねもうエンタメの中心にあるそれも今代表されて、はいはいはい、で一方では新藤助、うんうんうん、でね、あのプレイヤーとしてね、はいはいはい、やってますけども、これどういう経緯があってそもそもまずこの代表あの、はいはいはい、になることになったんですか。まあ、うん、まあ、会長が会長ね、はい、もう代表が前代表が前代表、はい、うわ、まあちょっとまた他にも、少しやりたいことがあるということで、うんうん、まあ、これまた形になってないんで、うん、いやいやいや、まあ、まあ、まあ、アードコードっていうのはないんですけど、ただ、うん、お前やらないかみたいな感じで最初声かかって、うんうんうん、いや俺は最初は断ってたんですよ。おー、はい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 、いやいやと、うんうんうん、芸人ですよと、はい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 、なんかそんないろいろマネジメントとか、うん、ギャラ交渉とか、うん、数字とか法律とか法律そうだね、もうそんなの関わらないように、ね、うん、芸事だけに集中したいから事務所に所属してるのに、うん、なんでそんなことしかしないところの代表になるんですかって結構言ったね、うん、なんでやりたくないことの代表になっちゃうんですかって、なるほどなるほどなるほど、まあ、ことを言ってたんですけど、うん、まあでよくよくいろいろ何回か話していくうちに、うん、これなったらなったで芸人としても面白いなっていう風に思えてきて、なるほどね、うんうん、でまあ、さらにまあちょっとあれやりたいこれやりたいみたいなのも、うんうん、まあ、あったりしたんで、うんうん、これをまあこの発想が現実になるスピードが速いじゃないですか、うんうん、この事務所の代表だったら、うんうん、これも、ね、それも含めてなんか面白いかなと思って、で最終的にはあ、じゃあぜひやらせてくださいっていうところで、まあ、前向きな感じで、まあ、お願いしますっていう。なるほど、じゃあ、はい、首里之助くんって呼んでいい？いや、もちろんもちろんですよ。首里之助くんのさ、もう中ではもうこのオリジンっていう事務所の代表になることももう一つの芸として、はいはいはい、なんかもうなんていうの、いけるんじゃねえかっていう気持ちになったってことですね。まあそうですね、まあ、そう言われたら、まあ、めちゃくちゃ恥ずかしいけど、まあそうですねいや、あのさ、9月だっけ飲みに行ったじゃん、はいはいはい、あの時にはそういう話は出てたの？出てなかったです。出てない？え、じゃあ本当にこの 3,4 ヶ月で急ピッチに物事が進んでいったってこと？めっちゃ急ピッチですよ。だって10月だから僕がじゃあやりますで回答してから発表まで2ヶ月なかったですからね。だよね、はいはい、だって9月にほらお笑いバイアスロンの、はいはいはい、なんかちょっと打ち上げをしようかみたいなファイナリストで、はいはいはい、で、ディレクターの神谷ディレクターと僕飲ましてもらってて、でまた首里之助くんも来て、うんうんうん、そこでだって話してることなんてね、代表になるならないとかじゃなかったですもんね。うん、そうですね。おー、すごいな、それから一転して。いや
多分、うん、その場のノリで言ってましたもん、もし決まってたら。そうよね、実はっすね、実はっすねつってね、オフレコなんですけど、うん、言いたいよねそういうこと。いやでもだからさっきも言ったように、あの首里之助くんは僕にとってほらとってもね、はいはい、あの落ち着く、まあ、皆さんに言われてると思うんだけどね、いえいえ落ち着くっていうのはなかなか、うっそ、はい、人に結構ねこの安心感を与えるというかね。なるほどなるほど。そうあのさ、一番最初に会ったのが、はいはい、僕の記憶では、はいはい、エモリがリップサービスのエモリが、はいはい、僕の後輩がいるんすよって言って、うんうんうん、茶壇の居酒屋に、はいはいはい、呼んだんじゃないかなって思うんだけど、茶壇の居酒屋、そうじゃなかったか、何が一番最初かなと思って、僕の記憶は、うん、あのガナハベース、そっか、はあ、はあ、はあはあ、なんか、うん、その時、うん、まあそれこそ、うん、小刻みプラスのディレクターの神谷さんに夜中にですよ、もう5年前ぐらい、うんもう電話来て、電話来て飲みに行こうぜって、飲みに行こう、飲みに来いやみたいな、うん、もう12時1時くらい、まあ、僕、うん、ああ、ね、行きます行きますっつって、うん、ありがとうございますっつって、うん、行ったらもう神谷さんがもう完全に寝てるんですよ。あれって神谷さん寝てるなと思ったらその隣に、うんヤースーさんと、はいはい、でタイシンさんがいて、あ太陽コンパスか、そう、うんうん、そう太陽コンパス自体なんか何年ぶりかの再会みたいな、うん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 、でなんかその感動的なのか、うんうんまあ、久々の再会みたいな場に出くわして、で僕は僕でタイシンさんは、うん、あのそれこそめちゃくちゃお世話になってると、あそうなんだ、タイシンさんも、うん、あのオリジン入った時にはもうOB として負けてたんですけど、うんうん、東京行ってたじゃないですか、はいはい、でその時に僕たちがじゃあキングオブコントとか M1 とか予選受けに行ったりした時に、うん、なんか、うん、何で繋がったかも忘れたんですけど、うん、止めてくれよったんですよ家に、あお家に、うんうんうん、とかそういうのでお世話になってて、うんうん、あ大臣さんじゃないですかっつって、うんうん、あそしてみたいな、うん、でヤスーさんはヤスーさんで、うん、僕は話しながら聞いてたんで、うんうんであヤスーさんという方だみたいな、おー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 、だからそのヤスーさんもヤスーさんってなんか僕のことをどっかで知ってくれてて、おーおー存在は知ってるけどみたいな感じで、初めましてみたいな感じで気まずかったのは覚えてますよ、なんかそっかそっかそっかはい、はい、それが最初ね、だからちょっといびつな構造だったんですよね、あこっちはこっちでなんか感動の再会やってるし、でもそこになんか存在だけ知ってる後輩が来ちゃったみたいな変な感じになっちゃって、僕としてはやっぱりね、なんだろう、やっぱりリップサービスエモリがめちゃめちゃなんだろう、シュリ君のこととなんかもう直属の後輩みたいなイメージがあるな、はいはいはい、あそうですね、エモリさんがこの、うん、まだこのセアラガイおじさんになってから相当忙しくなってるんですけど、うんうん、その前が3年前4年前とかはもう結構頻繁に飲みに連れて行ってくれたりとか、うん、あそういうことでか、あ、まあ、今でも全然、うん、好き見つけて飲ましてもらったりしてますけどね、本当、はあ、でもね、シュリ君が代表になったや否や抜けるんだみたいなこと言ってね確かに、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ面白いですよね、感じ悪いよねいや、悪くないですよ、いやそうかでもこれ、確かにこれ、うん、めっちゃ言われるでしょ、そう、めっちゃ面白いのが、うん、あのなかなかこれない経験だなと思ったら、うん、あの死に今まで、うん、まあ、奢ってもらったり、うん、それこそあの、うん、リップサービスのお二人が、うん、メイン務めている番組のラジオカーリポーターはいはいはいしたりとか、そっかそっか、なんかもう直属の先輩感がすごかったんですよ、うん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 、でその直属の先輩が急に関係性変わって事務所の代表と事務所を抜けて独立するコンビになるっていう、ああ本当よね、2010年代はいはいはいと2010年以降以前、前2000年代、はいはいはい、で僕2000年代だと思ってるんですけど、はいはいはい、結構2000年代は東京に行くぞって言ってみんな沖縄で下積みしてしっかりして東京に出るんだっていうのでお笑いをやってた、芸人が多かったなってイメージがあって、はい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 、ただ2010年から超えるとやっぱりみんな、しっかりなんていうの沖縄に、うんうんうん、地に足のついた、はいはいはい、でしかもまたインターネットも発達してるし、そっからできるアプローチっていう形で、はいはいはい、すごいなんかお笑いのオリジンとしてのお笑いのあり方が変わっていったなっていう風に見て取れてるんですけど、はいはいはい、その辺どう思います？そうですね、まあ、僕は2012年にオリジンに入ったんですけど、うんうんうん、 その時は全然もう3年で東京行きますって言って、やっぱ東京目指してた、目指してた、もう今も目指してますよ、え今も東京、え東京に住むこと目指してる、でも
もう本当に夢を言うと、うん、オリジンの東京支部を作ったらめっちゃ面白いんじゃないかなっていう、めっちゃいいこと言う、でこの沖縄本部の東京支部をもう作っちゃうっていう、あら大きいね、もうそうなったら、要は、沖縄から行くっていうので、なんか東京でやりながらも安心感あるじゃないですか、すごいね本当だね、ティッティレスが東京で勝負できるんだっていうちょっと安心しながら行きたいんだ、でもまあそういう時代でもないのかなっていう、要はビッグになるまで帰ってこないぜっていう時代でもないじゃないですか、あそう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 、スモールでもいつでも帰ってくるぜっていう、そうね、もう真逆で、スモールでもいつでも帰ってくるぜって言って那覇空港で、あいいねいいね、みんなに見送られて、見送ってもらってね、で翌日帰ってくる、翌日帰ってきて、じゃあやっぱり東京今諦めてるって言い方もまたおかしいんだけど、全然あるんだ視野に、いや全然あります、もうやっぱ憧れますもん、このほー見てて、やっぱきらびやかじゃないですか、そうだね、まあ、テレビが、見ない人が多いとかいう時代ですけど、ただ、それでもなんか、まあ、テレビもそうですし、めちゃくちゃ大学生みたいなことを言うと、やっぱり東京の街ってでっけえなって思いますもん、たまに仕事とか旅行で行ったら、はい、ここに住んでみたいなって思いますもん、いいねいいね、今渋谷で飲んでんだって言いたいもんね、言いたいですね、どこいんのっつって、はいはいはい、目黒だからじゃあ今あと20分で行くよみたいな、あいいですね、でこの、デンビーさんと、僕仲良くてよく一緒に飲ませてもらってるんですけど、はいはいはい、デンビーさんも相当もう脳みそが広くて、ほうほう、デンビーさんずっと40で全国、50で世界っていうのを掲げてて、かっこいいね、はい、でこれ40歳の誕生日の時にそう言ってて、まあ、今46になるから、でこれ一応、まあ、拠点を全国にというか、まあまあ、ちょくちょく、まあ全国にも呼ばれるようなこともありますし、演劇とかでも、ベンビーさんもその、いう考えがあって、僕とベンビーさんで喋ってたらどんどん話が大きくなってきて、すごいね、もう僕とベンビーさんの中では、今もういつ宇宙に行くかって始まって、すごいじゃん、そういつ宇宙に行くかっていう会議を、もう脈々とずっと5年間アジャで飲みながらやってますね、あいいね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 この規模がいいね、はあ、ずっとアジャで飲みながらやってます、アジャで飲みながら宇宙の話になっていってんだ、はあ、トム・クルーズに先を越されたなって話でもうその時はもう焼け酒でしたね、あ本当トム・クルーズが言ってましたよっつって、アジャでやってんだ、そうアジャでやってるんですよ、いいね、この間ね僕が2年前ぐらいに初めて小刻みプラスに、まあ、リップの、まあ、なんていうの先輩だみたいな形で呼ばれた時に、はいはいはい、ツイッターでさなんか、はい、当時の納豆寿司っていう女性芸人のルーキーとのなんかそのショートコントのフィルムを引っ張り出してさ、はいはい、これ面白いんだよなみたいなやってくれたじゃんとか、なんかすごい、やっぱりあと見てくれてんなっていう感じがしたんですけども、はい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 、うん、いやめっちゃ小刻みプラスの帰ってきた天才企画、面白かったですね、なんかあら嬉しい、ヤスーさんがツッコミの天才っていう話は、本当にみんな言うんですよオリジンの先輩本当嬉しいな、まあまあ、それこそ江守さんも言ってたし、サネさんも言ってたし、アイムさんも言ってたし、うそ、もうみんな言ってて、でどんな人なんだろう、どんなツッコミするんだろうっていうのは、まあ、分からないままあの企画があって、で、まあ、とはいってもこれもう現役離れて、まあ、大丈夫かなって思うような企画じゃないですか、まあ、ハードルもめっちゃ上げた末のやつだから、だからこれはなかなか難しいんじゃないかって、まあ、この企画としては、まあ、いろいろヤースーさんについて語った最終的に、じゃあちょっとツッコミの腕を見てみましょうっつって、オリジンの若手芸人がバーって集められて、もう一発ギャグとか、なんか顔芸とかいろいろやるっていうのにどういうツッコむかみたいな、なんかルール無用の場でとりあえず新人の中にヤスを投げてみたらどうなんだみたいな、はいはい、まあ、そうそうそうね、そういったやつですね、本当に腕が試されるそうよね、平場じゃないですか、おう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 、いやもうそしたら最高でしたね、嬉しいな、もうマングース大城さんが、サングラスをかけて、後ろ向いて前向いた時にサングラスを取った瞬間に面白い口するんだ、はいはいはい、の時のツッコミの、口すな口すなは覚えてますよ、すごいよね、すごいよねって自分で言ってた、いや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 編集がすごいなと思ってさもうだからもうあのディレクター神谷さんとはほら昔からなんか知り合いで、はいはい、もうとりあえず、
この人がいればこの人の作ったプールで泳げば勝手になんか形になるだろうっていうイメージがあって、はいはいはい、ひとまずなんか飛び込もうと思うんだよね、はいはいはい、あの人の企画とかのテレビとかは。あ、もうそれこそ安心感ありますもんね。そうそうそう、なんか結局どうにかしてくれるだろうっていうのしかなくて。確かに確かに、うん、そして案の定面白くなってて。あ、で神谷さん編集すごいですね、うん、神谷さんすごいね。神谷さんだけはね、僕が10年間の芸人も何もしないときはね、毎年本当に飲みに連れてってくれてたわけよ。そう、芸人でも何でもないのに安元気久しぶり飲もうかっつって、これはあの本当に2010年から2000それこそ18年までぐらいか、はいはいはい、毎年毎年飲みに連れてってくれて、でその度シュリ君もよく来てくれてたなと思って。あ、そうですね、なんか飲みの場でよかってたよね。なんでこの子ってこの出席率高いんだろうと思って。僕がこう芸人モーリーさんと飲む時とかも本当に、はいはい、もう 3,4 年ぶりに会って飲んだのに、シュリ君に電話したら必ず来るから。この子日頃から飲みの席ってめっちゃ呼ばれてんだなと思った。いや、うん、飲み会はね楽しいんですよ。あ、本当呼ばれたら結構どこにでも行きますね。確かに、本当気遣いの人だね。いや、でもシュリ君ってね、そうですかね、自分ではあんまり気遣いできるなとか思わないですけどね。本当、どう、うん、大きな意味で言うと気遣いはあるかもしれないですけど、うん、でも細かいところはガサツかもしれないですね。あ、本当、はい、なんか細かいところで、うん、なんか机の上とか汚いですからね、飲んでる時とか。あ、自分はなんか汚いなって思いますもん。自分で机汚ねえなって思うんだ。そうそうそう。そうなんだ。なんかでもさ、そういうところを見るっていうじゃないですか。この上のレベルまでいくから。あ、そう、うん、相手のお酒が減ってる減ってない分かるんだけど、自分のが汚くなってるんだ。汚いですよ。なんか俺こんなの箸袋使ったっけみたいな感じで。いや、多分皆さんとこう集めてあげたんじゃないの、それって。みんなのゴミをもらってる、もらあげてるから。あ、そっかそっか、汚いんだよ。みんなのゴミが集まってくるんだ。そう、シュリ君がもうこう自然にこうゴミを集めて、はいはい、周りの人のテーブルをよくきれいにしてんじゃない。ああ、そっかそっか、無意識で。すごいね。そう、ルンバみたいな感じですね。ルンバだね。ルンバだ。動くルンバだ。動くルンバ。じゃあルンバは動くんですよ。動くからルンバだ。動くからルンバだね。いや、すごいね。いや、面白い。いっぱいいろんな話聞けたな。いや、でも、うん、うん、ちょっと、ヤスーさんは今後お笑いはもうやっていくんですか？うん、あ、なんか、すごいこういう風に聞いてくれると。え、お笑い？うん、この太陽コンパス。お、いや、ぜひやっていきたいなとは思ってるんです、はい、うん、だやっぱりいろんな今形がね、 YouTube なり何なりいっぱいあって、はいはい、だからいろんな形でね、お笑いってできるなと思って、はいはいはい、やっぱりやんないとね、なんていうの、やっぱり面白いじゃん、はいはいはい、単純に自分が好きなことだから、はいはいはい、それをやめてる期間が結構長くて、はいはい、やっぱり苦しかったよ、だからどういう形でもいいから、はいはいはい、こういうネタ書くのか何かするのか、まあ、これも一つのお笑いと僕は思ってるんですけど、魅力トークもね、はいはいはい、まあ、表現は続けていきたいなと思ってますよ、いやもうぜひオリジンコーポレーションに、うん、再入団お願いしますよ。いや、鳥肌だった今。いや、お願いします。目が真剣だから。いや、本当に本当にです。いや、本当、太陽コンパス、うん、再入団ってめっちゃ面白くないですか。この、うん、なんかこのパターンないじゃないですか、オリジン。今まで一回、ね、卒業してきたがまた戻ってくる、うんうん、本当？